スイカです。はい、これをダチョウとエミューにあげようと思います。おお、サクッといくね。気をつけて。うんうん、うわー、美味しそうね。食べたいですね、今さでも、ダチョウたちにあげます。はい、こんな柄の卵は生まれました。え、なんか卵よりちょっとだけ大きいくらいで、ほぼ同じ。そうだよね、ありそう。よいしょ。とても暑いです。暑いよ、はい、絶対35度以上あります。そうですね、天気予報だと6度ってます。やばい、やば。スイカなんかじゃ収まらないこの暑さはい、早速あげてみよう。あげてみよう。ダチョの助、ダチョの助。はい、緑だよ。それどころではないと。大丈夫か、暑いね。お、ダチョウの生息する地域に赤いものってあるのか。うん、なんかそんな赤い実をつける植物がなさそうじゃん。あんまりスイカは絶対にないと思いますね。これどうなの、サボテンとか生えてる。あ、そう、生えてる生えてる。サボテンの花ぐらいじゃねえよ、赤いね。ほらほら、緑だよ。ダチョウのスケ君はね、ちょっとね、他の人よりなんていうの、遠視、近視。ああ、確かに、ちょっとそう、やりにくい。見てみようかな。あ、すごい。良い子は真似しないでね。暑い。大丈夫か、みんな暑そうだねキャンちゃん、キャンがさっきイライラしてたから気をつけて。わかった。天井のポーズ。はい、さて、来てくれない。お二人とも暑くて、それどころでは動くほどの体力もないと。ほら、さあ、じりじりと近寄っていきますけれども、なかなか興味を示さない。これは全て暑さのせいだ。地面に置いてみる。兄、スイカの甘さに気づけ。ほら、面白いでしょ。見たことない？キャンちゃんはあるよね、昔からいるから。おいしいよ。あ、なんか、あらま、ちょっと怖いのかしら。あー、あくび、いいね。眠いね。食べてくれないで終わってしまうのか。ダメそうだ。ダメそうだ。別の候補を探す？そうだね、そっちの子たちにあげてみる、若い子たちに。あり、21番とか。そうそうそう、食べてくれそうな気が。お、いいね。お、いいね、いける口か。いける口。この子は名前はありませんが、若いオスです。最近ちょっと痩せ気味です、はい、なんか周りに心配されてます。食べな、初めて食べた味だね、君は絶対に。なんだこれ。あ、でも美味しい、甘い。甘いって感じるのかな。水っぽい。え、感じるんじゃない。なんだこれはって感じかな。迷ってらっしゃる感じ。これは食べていいものなのか。いいんだよ、差し出されてるから食べようかしら。すごく迷ってる。あちこちでイライラしてます。オスメスとはいいですね、食べました。あれ、やっぱりくちばしが汚れるのが嫌いなのかしら。嫌かな、そこの子。あのちょうど食べやすいポジションに。もう一回食べてくれるなら誰でもいい。どうも。ほら、どうですか。どうも、隣の晩ご飯です。あお、あれ、あお、失礼しました。ごめんなさい。あ、食べ物だよ。ほらほら、美味しいよ。あ、遠ざかってしまう。ダメだ、ヒナどう、ヒナ。本当にやってみるか。地面置いといたらついてくれそうじゃない。じゃあ持ってこう。何も知らないから。よいしょ。まだ無知だからさ。そうね、せっかしか食べなくなったらどうしよう。そんなことはない。ないか。はい、じゃあエミューに入れてみましょう、はい、さてエミューちゃんはきっと食べてくれる。ボボンボン、よいしょ。
小松菜だよ、嘘だけど。どう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 する。おいで。小松菜、お昼はいつもここに来てくれるのに。もう無題の時間とそうじゃないですか、分かってる。分かってるのかな。さて、狙いは。じゃあまず、イジちゃん。おいで。行っちゃうのかい。来ないね。なんでお昼は来てくれるの。小松菜だから。だから、そうかな。この時間に餌をくれる人は初めてだから。確かに。ほら。ほら、赤だよ、赤。美味しそうでしょ。見てる。めっちゃ見てる。どうですか。ほら。お、どどんどん。ひでさん、ほら、ほら、食べてみ。怖い。赤い。地面に置いてみようかな。ほい、置くよ。はい。あ、行ってしまった。じゃあ、ひなとこ行く？ひなは食ってくれる。絶対に。よし、行こう。いや、お前たち、おいしいもの持ってきたぞ。プレゼントだよ。お、いいね。いけ、いいよ、いけ、いけ、いい、いい、いい、違う、そこじゃない、そこじゃない、違うね。いけそうじゃん。すごい。お、痛い。私の腕をつかないで。ゴム手が必要。あ、でもこれなくなりそうだよ。やめてください。そこじゃない。いいね。すごいすごい。もう行ってもいいか。踏んじゃうかな。違う。痛い。すごく痛い。燃えてします。よし、これで準備完了だ。どうぞどうぞ。ここじゃない、ここじゃないね。別のもの食ってるやつがいるな。お、いいぞいいぞ。違う違う、ほら、いてててて、痛い。気づいたらともちゃんの夢もなくなって。なくなりそう。なくなりそう。なくなりそう。大丈夫ですか。豚がいた。すごいスピードだ。ねえ、ちょっと置きたいな。置かない方がいい。いや、置いてもいいよ。痛い痛い痛い。みんな間違えてるよ。それは違う。ちゃんと食べてるやつはちゃんと食べてる。ねえ。偉いぞ、痛いとか俺じゃないよ。噛むのはともちゃんだよ。全然食べてないやつもいる。そのノリでね。そう、お前はもう明らかに違うな。おおお、いたぞ。いけ、違う、そこじゃない。いいね、いいね、完食するんじゃない。ほら、皆さん、こっちだよ。あ、あっちあっち。大盛況、そっち大盛況。ほらほら、食べてみなさい、美味しいから。すごい。いて、お前、お前、お前違うからな、食べる。食べんならスイカかトモちゃんな。やめてください。あ、すごいすごい。もう多分跡形もなくなくなってんじゃん。ね。あ、こっちも。あ、やめて、やめて。なんで私をつくんですか。そっちだ。そう、お前ら違うから。美味しくもなんともないだろ。あ、見て見て。え？スイカの汁だけをすすってる人。へぇ。
すごい。もう食べな。お前も気づけ、あっちだ。ほら、あっち。違うのよ。スマホね、スマホはいいの。あっちに行きなさい。あっち。これは大成功じゃない？大成功、大成功。暑いね、みんな。これもうそれスイカじゃないから。そう。まあいつも食べ慣れてるけど。あ、でもこっちもだいぶ。ああ、ひっくり返されてる。はい、はい、わかりました。手袋の方が好き。はい、結果、手袋の方が好きでした。